皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、2日連続の契約というテーマでお届けいたします。私はほぼ毎日営業活動を行っています。営業活動とは、具体的に言いますと、まず商談ですよね。見込み客先に訪問して商談をする。アポを取る。あとはハガキを書いたりとかメールを出す。まあこれも営業活動の一環となります。1週間に3回ぐらいはこう商談に向かうわけなんですけども、2月の終わりにですね、おそらく私の人生初だったと思うんですけども、2日連続で契約が決まりました。まあこういうね、コンサルティング業界なのでかなり高額の契約です。で、だいたい今までは月、まあ、1本から2本、こう、決まっていたペースだったんですけども、なんと今回はですね、2日連続ということで、非常にですね、長い営業人生の中でも、珍しい体験をしました。まあ、偶然だといえば偶然なんですけども、実は私、今年に入ってから、100% 受注というのをですね、目指しております。できるかできないかというのは、これチャレンジしないことにはできません。100% 受注なんてできないよと言ってしまえばそれまで。しかし 100% 受注ができると思ってやると活動とか行動が変わってきます。ですので私は営業で 100% の受注を目指します。ただしその 100% の受注っていうのは1回のね、1つの案件ではないんです。要はこの会社とお取引がしたいと思ったら、まあ1回こう、ね、商談して、それがボツになってもまたやる。また3ヶ月後にやるとかって、結果的にですね、1年かかるか2年はかかるかわかりませんけども、その会社と必ず契約、何か、コンサルティングとかいろんなもので契約をするという、そういう意味の 100% 受注です。商談における 100% 受注ではございませんので、まあその辺はですね、お間違いのないようにしてください。受注 100% というですね、とんでもない目標を私は掲げてますけども、この今回のですね、2日間連続の契約ということで、なんとか 100% 受注に近づけるようにですね、今年は頑張っていきたいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。